こんにちは、インフォクリエイターです。今日は簡単に日付を入力する方法をお伝えしていきたいと思います。こちら領収書のシートがあるんですけれども、この領収書を発行する日付、発行日を今日の日付を入力したいと思います。簡単に日付を入力する方法として Excel では3つ方法があります。まず1つ目に直接入力する方法、2つ目にショートカットキーを使う方法、3つ目に関数を使う方法。この3つの方法があります。まず1つ目、直接入力する方法。領収書の発行日のセルを選択して、ここで直接キーボードで入力します。今日の日付、2020年4月22日。入力したらエンターキーで確定します。そうするとこちらのセルに今日の日付が入力されます。次に2つ目の方法として、ショートカットキーを使う方法。まず今日の日付を入力したいセルを選択して、ここでショートカットキーコントロールセミコロンを入力します。コントロールを押しながらセミコロンを入力すると、このように今日の日付が一瞬で入力されます。これを確定するとエンターキーで確定すると入力されます。最後に3つ目、簡単に日付を入力する方法としての3つ目は関数を使う方法ですけれども、これは入力したいセルを選択してイコール today 関数、 today 関数を入力してエンターキーを押して確定すると今日の日付が入力されます。以上、 Excel で簡単に日付を入力する方法でした。